はようございます。おはようございます。ジュンです。ゆっこです。はい、今日はですねアコーディアさんの千葉桜の里ゴルフクラブに来ております。はい、スクランブル2人で、まあ、いい方のボールを取ってラウンドしていくやつをやっていきたいなと思います。赤ティーからやっていきたいと思います。はい、バーディー頑張って取るぞ取るぞあ、いいよいいよ、あ、入れ入れ、ナイスや。右側が上がるのかな。ちょっと右に。あ、左ね。池がある。そうだよね。届くところにある。旗右。旗より右かね。完璧。完璧。完璧。いい音。めっちゃいい音。大丈夫かな。絶対大丈夫。ちょっと私もマスクしよう。焼けるよね。焼けが先。ボブラインが開いた。右右。あ、いいよ。一着だ。いや、降りてきた。ナイスショー。パッてきたけど、あれはちょっと距離が。フリッカファンに変えよう。うん、もうね、ちょっと日焼けがね、日焼けもアラフォー、アラサーだから、アラサーだ、アラフォー、アラサーね上の方のアラサー。フリッカファンに変えます。はい、ちょっとジリジリしてきたね。ね、してきたよね、うん、これ焼けるやつだよね。そう、やばい、やばい、します。はい私もしました。9番。はい、うん、おこれまたバーディーチャンスかもしれない。バーディーチャンスかも。うー、ナイス。止まっちゃったかも。ちょっと待ったね。上げてる。あ、そうだね、ちょい上げ、ちょい上げだね。9じゃちょっと8にします。8の方がいいかも。でもあれはね、寄るよ。寄るかな。乗ってるのかな。ギリ乗って。入っちゃうかも。からしてないんだよね。確かに。手伸ばして。はい。やっぱり。あ、超えてた。ちょっと。素振り通り。頼むよ。大丈夫。全部あれ絶対寄るか入るか。そうだね。ちらかな。ちょっと待ってくださいね。あ。何がなの。ここに結構マウンドがある。これ見づらい。結構曲がると思うんだ。見づらいかな。これ何。目印。あ。こっちにちょっと持ってかれつつ、うん、そこまで切れない。そうだね、いい距離感です。いや、弱い。いや今度は切れる。むむむむむむすごいね。なんか10のあんま切れないとことか、ちょっと違うよと思う。そしたら切れちゃったね。めっちゃ切れた。ね。あんな切れるか。いや。私切れなかったもん。ね。だんだんなんか馬乗せっぽかった。そうかもね。頼むよ。はい。ナイスパー。あ、よかった。ありがとうございます。ナイスパー。ナイスパー、サンキュー。サンキ
耐えた耐えたね。おお、ナイス、いいじゃん。これ結構飛んだんじゃない？飛んだかったあー、開いた。左にキック、まあ問題ないし、まあまあここは、はいはい、右の、うん、バンカー方向だな。そうだね、これゆっこちゃんのボール採用します。はい、やっと2個目。私はちょっと右のラフでした。この辺見ない、そんな右行く、つま先上がってる。あ、そうか、左に巻くからってこと。抜けてった、切られちゃった。はい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 、OB じゃないけどあれはダメです。だからもうちょっと左の方が安全なんじゃないかなと思ったんですよね。確かに、でもね、切られちゃった。あ、マーク、あ、ほらあ、でもね、ここじゃない、これです。これ打った跡があります。はい、まだ試合じゃないか。もうちょっと右に打って寄せましたけど、毎度こういうところ、まあいいか、まあいいか、よかったよかった、失敗したかと思った。まあボールは落ちてったかな、落ちてったね。いや、あれね、拾ったボールで使ってたから。あ、そうなの、うん、もうじゃあ大丈夫です、わかりました。大丈夫です、わかりました。あれ反対反対です。確かにいい感じで引っ掛けたもん。悩む、 5-2 でちゃんと打つかピッチングで軽く打つか。でも今日調子良さそうだから 5-2 で打とうかな。止まった。あ、悪くない。まあ、一応乗ったからね。何 ？P？ いや、A で。お、攻める。はい。いいよ。あ、ちょっと引っ掛けた。まあ、でも止まんない？あれ？でかい。ね、やっぱさ、このぐらいの距離ってマンブリし、そうね。ね。マンブリはちょっとは。私もマンブリ。ちょっとやっぱ難しかったな。マンブリしちゃった。ね。引っ掛ける。引っ掛かるよね。ね。ちょっと頑張る。あれを寄せて、よっしゃ。入れる？いや多分乗ってるし私の。うん、パターで、パターで、はい、行きます。さっきのパースズゴンでね、スライス、まあ、結構切れそう。そうね、この辺オッケー。おー、ナイスだね、ナイスだ。いやー、距離だ、ちょっと、いや、でもやっぱすごく切れたね、すごく切れた。いいよ。いや、弱いか。いや、ナイス、ジャストバッチ。バーディー、バーディーだ。わ、すごい。イエーイ。
いな。ありがとう。え、すごい。すごい。いや、ライン。ラインですよ、じゅんさんの。いや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 。すごい。ロングパット入るね。左広い。何で？え、なんすか？右側がいいのかな？旗。旗。下方向ぐらい。うん。で行きたいです。ナイスショー。うわー、まあまあまあいいよ。マスかもね。うん、でも受けそう。採用、採用あるから。パーファイブはチャンスなんです。私がミスしたらやばくない？パワーフォード。ジュンあんまドライバーミスしないよ。するよ。するよ。うん、ナイショー。飛んじゃったな。ナイスだね。うん。ナイショー。でも変わんなそうです。いいとこ。ね。ナイス。ありがとう。はい、5番ウッド。まあ、ちょっとゆっこさんの方が手前ですけど、ゆっこさんのボールを採用します。作戦があるんでね。ナイスよ。ちょっと走ってるけど、まあまあ、まあいいんです。まあいい感じ。私苦手なつま先上がりだから。わあ、ナイスショー。よっきー。よっきー。完璧です。結構飛んだんだな。完璧です。結構飛びました。三打目がまたいい感じに。私たち、はい、ゴルフ長年やってますが、はい、まずネームプレートがお互いありません。え、ちょっとね、私1個あるんだけど。あるの？見て、もうやばくない？大きい、見えづらい。なんか渋いんだけど。芝。え、すごい。でもすごいさ、ボロボロになっちゃったの。そうね。しかも見づらくない？ちょっと字薄いかもね。うん、そうね、アイボールの方が目立つよね。こっち。私のネームプレートカメリアヒルズの。すごいプラスチックのやつあんの？これ使ってます。やばいね。ないのよ。ないよね。ごめんね。ヘッドカバーも。ヘッドカバーも私ヤマハの純正使っています。はい、私もテーラーメイドの純正もう黄ばんでます。しかもこのユーティリティの、うん、ユーティリティはね、すごいアキラかっこいいね。渋いね。でも私がゴルフ始めたぐらいからやってるから、もう8年ぐらい使ってるのよ。へえ、長持ち。すごい、もういい、年季入ってる。ハゲてるんですよ、うん、いいじゃん。だから年季入ってるよ。これも純正のやつ。でも最近壊れちゃって、キャディさんが紐つけてくれたんだけど、うん、優しい。もうそれすら使えなくなっちゃった。それすらもなんか何かのレバーたちは気づいたらキャディさんが紐つけてた。優しいね。だからね、ちょっとさ、私たちのキャディバッグは女子力ないっすよね。なんかさ、ゴルフ場行った時にさ、うん、ちょっと恥ずかしい気持ちになんない？なんかこう映えてない？いつもなんか開けた後さ、ちょっとチーンってなるよね。そう、よく言われる、意外って。確かに結構ね、可愛いの着てなんか持ってそうなのに。それ言われる ね。そうなの。だからなんか作りたいよね、うん、ね。ダサい、そう、ダサいんだけど、なんかシンプルすぎちゃって ね。確かに、あんま、そう、あんまヘッドカバーとかそのこだわりないからさ。でしょ。女子力、女子力な。撮りまーす。ナイスショットあったけど。ピンク。はい。ピンから120。いいでしょ。ピンは真ん中ぐらいっぽいですね。です
ストポジション。ベストポジです。じゅんさん。93。じゃあピッチングで打ちます。はい。先打ってます。あれでも悪くなさそう。ちょっとトップ？ああ体が起き上がってる。ちょっとトップ。ちょっとトップです。私もピッチングで。はい。つま先上がってるよ。そうなのよ。行きます。はい。あー引っかかってる。いやーもったいない。うちらもったいない。じゃあ次やりだ。ちょっと見てみましょう。行ってで恋愛やばそう。ゆっこだね。ゆっこは左サイドに落ちてて、私はやっぱトップしたせいでバンカーの手前まで行っちゃっておりました。ほぼまっすぐなような、その方が気がする。打ってみます。チョイスラ。チョイスラ。あ、意外に上がらない。本当？上がりませんでした。どうする？本当に結構得意ですよ。そうそうそう。何だ。これはまっすぐだよね。いやいや気持ちする。うん、空に見えるよね。はい、左出した。左出した。え、ちょっとスラスラって見えたけど、ちょっと思っちゃったの。何だったの？パパ苦手なんだから。ないね。まっすぐでした。ごめんなさい。まっすぐ行きます。うん、来たわ。まっすぐ。イエーイ。危ねえ。危ねえです。とっても危ねえです。怖い怖い。